明けましておめでとうございました。新年一発目になります。ちょっとね、あの新年早々かなり体調を崩しておりまして、ようやくねちょっともうまだちょっと引きずってるんですけど、まあ1月半ばを回ってしまってね、一発目の動画になるということで、ちょっとまあ待っていた方そんなにたくさんはいないでしょうけど、待っていた方本当にすみませんでした。今日はね、あの以前、去年の12月26日の動画で予告した通り、こいつの動画でいきます。 EOS5D のこれね、初代の EOS5D になりますね。前外国の方は EOS5D-C クラシックとか呼んだりするんですけど、現状のまあ現状でデジタル 35mm フルサイズのデジタルカメラ、一眼カメラとして一番安く買えるっていうことで有名なカメラになります。それでは本編スタートしていきます。このカメラですね、まあ2000何年に発売、14年ぐらい前に、発売されまして、当時45万円ぐらいしたカメラになって、それがですね、まあどんどん古くなって、今ね、まあ3万円、実税価格で3万円を切るぐらいになってきてます。でね、古いカメラだから故障が怖いとか、まあ言う人もたくさんいると思うんですけど、一眼、デジタル一眼とかのね、カメラ、修理、故障の修理に出すとね、だいたい3、4万取られます。ということはね、もう3万円を切っている価格になってきてるんで、壊れたらもう一個買えと。まあそのぐらいの値段になってきてるんですね。もしね、その故障が怖くて躊躇している方は、修理できないっていうことで躊躇している方はね、遠慮なく買っていいと思います。まあ故障するかどうかはちょっとその運になりますけど、まあ僕のカメラはね、とりあえず今、8月から5ヶ月ほど使いましたけど、何のトラブルもなく、順調に動いてます。で、注意点として、この 5D の場合ね、このちょっとあんまり外したくないので外します。このミラーがね、接着剤で留めてあるだけなんですね。で、初期に販売された 5D はこのミラーが外れるというトラブルが、出ました。で、それを対策、まあ、キヤノンが最終的には無料で対策することになったんですけど、対策済みかどうかっていうのがはっきりしてないんで、確認できることになれば、対策済みかどうかっていうのをちゃんと確認してから買った方がいいと思います。ちなみにショット数、最近のね、 EOS カメラショット数はカウントね、 EOS カメラのなんかアプリケーションで確認できるようになってるんですけど、この 5D の初期型はどうも確認できないということです。それではね、まずどんな絵が出るのか、とりあえずね、写真を2枚連続で、本当はね、ちょっともうちょっと時間をかけていい写真が撮れるまで頑張りたかったんですけど、ちょっと適当な写真になっちゃってますけど、まあ、とりあえず最初2枚連続でいきます。最初の2枚、まあ、1枚目はクリスマスの時にね、パーキングエリアでクリスマスツリーが、まあ、飾り付けてあったんで、それを撮ってます。で、2枚目はみなかみっていうところで、群馬県のみなかみっていうところで紅葉が綺麗だったんで、これも12月の頭ぐらいに撮った写真なんですけど、まあ撮った写真になるんですけども、まあどちらを見ても分かるようにね、これかなり拡大してみてもね、別に画素数が不足してる、不満が出るとかそういうレベルのものではないです。で、他の新しい、カメラと比較するとね、ちょっとね、あったかいほんのりしたような調子になってきてます。それで、まあ今でもね、風景写真で、プロで使ってる方いらっしゃったりします。フォトコンっていう雑誌の、2019年の1月号の、売れる写真を撮るかな、作るっていうコーナーかなんかで、5D Mark 1でね、撮った写真をね、紹介してる
のがあります。今でもプロが使ってます現実に。これ好みの問題だとは思うんですけど、プロが使っても好みの絵が出るようなカメラであり続けてくるとは間違いないです。ではね、次にね、ちょっと遊んでみました。あんまり俺ホワイトバランスをいじるのは好きじゃないんですけど、結構ホワイトバランスをいじったりサイドとか輝度とかいじったりしてる人が多いんで、ちょっと遊んだ写真になります。これ1枚目がね、ホワイトバランスオートで、2枚目はホワイトバランスを思いっきりね青に振った写真になりますね。夕日の写真なんですけど、こうやって遊んでみるのもまあ面白いですね。写真としてはね、その結構満足な画質になってます。これ実はね、この2枚の写真、2枚の写真ですけど、レンズこれで撮りました。これね、ハードオフでジャンクで500円で売ってたレンズです。キヤノンはね、一眼レフ APS-C サイズとフルサイズありますけど、フルサイズのそのカメラをその買う利点としてね、このフィルム時代のレンズがすごく安く手に入りますね。これはちょっと出来すぎですけど、2000円3000円ぐらいでね、結構ね旧価格帯のレンズがゴロゴロ転がってます。最初はね、ボディだけ買って、でレンズって結構高いですから、そのレンズをそのいきなり買い揃えるっていうのは負担が重いなっていう人は、そのフィルム時代の安いレンズをね揃えて、でとりあえずそれで写真撮っといて、後から高いレンズを買うっていうのもありと思います。で何よりね、僕が言いたいのは、この 5D フルサイズでそのフィルム時代 のレンズ使えるんですけど、フィルム時代のレンズを使えるけど、デジタルの、もちろん時代、これもデジタル時代のレンズですけど、も使えるんですね。このレンズがね、古い EOS にそのまま使えちゃうんですね。これはね、すごいことだと思います。ニコンがどういう状況かわからないんですけど、確かニコンはね、ある程度制約があるんじゃないかな。あんまり古いカメラに、その、最新の、デジタル用のレンズ使えなかったりするんじゃないかな。この EOS の場合はね、一番最初に出た EOS650 に最新のデジタル用の EF レンズがね、そのまま使えちゃう。そのまま使えちゃうっていうことはね、これは IS、イメージスタビライザー、ね、手ブレ補正ついてます。その1000円とかでジャンクコーナーに並んでる EOS650 にイメージスタビライザーが使える、手ブレ補正が使える。これはすごいことだと思うんですね。フィルムカメラは僕がずっとそのおすすめしてるんですけど、そのレンズにお金をかけてやって、その 何個もメーカーの、いくつものメーカーのレンズを、高いレンズを買い揃えるわけにもいかないと。そういう人が絶対多いと思うんですよ。レンズって高いですから。で、イメージスタビライザー付き そのレンズがデジタルとアナログ一眼レフで共用できるというのは非常に大きいことだと思います。そういう意味で僕はその、キヤノンの一眼デジタルフルサイズとニコンのデジタル、ニコンの場合はちょっと制約出る、ちょっと詳しくないんで分かんないんですけど、かもしれないですけど、その辺は非常に推してます。で、ぶっちゃけそこしかないんじゃないかなっていうぐらいで思ってます。これはね、いろんな意見あると思うんですけど、僕はそう思います。じゃあ次いきます。次はね、長時間録音、長時間録音で撮ってみました。長時間録音で撮った写真は、これこのレンズで撮りましたね。で、ちょっと2枚連続で見ていただきます。長時間録音で撮ったこの2枚なんですけど、1枚目はね、中央道の諏訪湖のパーキングエリアから、2枚目が、長野自動車道のオバステっていうパーキングエリアから撮った写真になりますね。これ驚くのかれ、両方ともね、プログラムモードで撮ってます。プログラムモードで三脚構えて撮りました。特にね、ノイズとか出てないですね。ISO感度がね、800ですね。800で撮ってます。ノイズも出ておりません。この初代 EOS 5D なんですけど、どうしてもね、
まあ、1800を超えるあたりから微妙にノイズが出る、特に1600とかになってくると結構ノイズが出るんで使い物にならなくなってきます。暗いところではね、できるだけ低い、感度で、長時間録音することになると思います。まあ、ここまでちょっと写真いろいろ見てもらったし話も聞いてもらったんですけど、おすすめ度としては、微妙です。もうとりあえず今その一眼やってて、まあ、APS しか持ってなくて APS 知識しか持ってなくてフルサイズをちょっとやってみたいっていうノリの人は十分いいかもしれないですけど、あのがっつりそれから使ってみようっていう方はどちらかといえば EOS 5D Mark II の方がおすすめできるかなと思います。なぜならば EOS 5D Mark II の値段が結構こなれてきてるんですね、5万円前後になってきてるんです。でその価格層を考えるとね、あの特にこいつね、あのダストリダクションがないんですね。で私買った時もね、あのセンサーにダストついてて、あのレンズを外してね、そのシャッター膜を開けて一生懸命ブロワーで何倍も何倍も飛ばして、ゴミを取りました。でもうゴミのことをね、そのあまり考えなくてもいいっていうことであれば 5D Mark II の方があの絶対にいいですし、それにディジックこれが2になるのかな、ほんで 5D Mark II はディジック4になってきます。これでね、あの高感度耐性がね 5D Mark II の方が圧倒的にいいです。で、まあ画質が傾向としてはあの 5D Mark II よりこの 5D の初期の方がちょっと柔らかい傾向に、暖かい色になるのかな、で好みの差はありますけど、あの使い勝手という意味では 5D Mark II の方が断然上です。で、まあ、ちょっと使ってみようかな、フルサイズちょっと使ってみたいなっていうノリの人はあの全然おすすめできます。安いですしね。で、まあ、修理期間がもう終わってるカメラになりますから、もちろん修理はできません。5D Mark II もそろそろ終わるのかな。で、まあ、それで価格が下がってきてるっていうのもありまして、非常にお買い得になってます。安く買ってね、フルサイズ。で、さらに、フィルム一眼、ね、EOS シリーズとレンズが共用できる。まあ、いろんなメリットを持ってる、5D シリーズ、すごくおすすめです。おすすめです。まあ、画素数はこの 5D Mark I が1260万画素で 5D Mark II になると2000万画素を超えてきます。2000万画素を超えるカメラっていうのはもう現行でもね、まあ、普通に新品で売ってますし、で 5D Mark I の方ね1260万画素でもね十分画質はいいです。もう十分いいと思います。で、まあ半節ぐらいに伸ばしても全然問題ないです。全身伸ばしてももしかしていけるんかな。全身伸ばしたらどうなんか、伸ばしたことないから分かんないですけど、だと思います。おすすめできると思います。はい、今日の動画は以上でございます。今年ね、そのどんなことをやっていこうかっていうことになって、まあ次回の動画なんですけど、次回の動画はこいつね、まあ、よく似てますけど、これ50D ですね。で、これ 5D。APS-C サイズの、まあ、カメラ。センサーサイズが APS-C。まあ、キヤノンの場合は他のメーカーと違って、他のメーカーは大体、焦点距離 1.5 倍って言ってるんですけど、キヤノンの場合はちょっとセンサー、ほんのちょっとちっちゃくて、1.6 倍になるんですかね。で、APS サイズのセンサー、APS-C サイズのセンサーのカメラ、どういう、利点があるのか、どういう欠点があるのかっていうのをこの 5D Mark I と比較しながらやっていこうと思います。結構参考になると思います。ちょろっと、まあ、今言っときます。広角をね多用される方は絶対ねフルサイズがいいです。もう簡単にね、あとボケを多用される方もフルサイズがいいです。で、鳥とか撮ったりでもとにかく望遠しか使わねえっていうのはね APS-C も全然ありです。まあそんな感じで、次回の動画いきます。もしね、よろしければ、チャンネル登録、まあいいねボタンも押していただければいいと思います。面白かったと思った方ぜひいいねボタンを押してみてください。じゃあ今年も、いろいろな動画やっていきますけど、まあよろしくお願いします。今回たまたまねデジタルになっていきますけど、もうフィルムのねネタも十分できてますんで、フィルム写真も行こうと思います。まあ記録を残したい方、ぜひぜひフィルムで写真を撮ってみてください。それではまた次の動画で、いつになるかは分かんないですけどよろしくお願いします。それではまた。